どうも、ポーです。さあ、今日は指導技術アップデートアイテムベスト5ということで話をしていきます。では今日は早速おすすめ本の紹介です。指導技術アップデートという本です。これを今日は紹介していきます。2020年の9月に出された本なのでとても、新しいですよね。松村英二先生と水戸大輔先生が書かれた本になっています。この枠に書いてありますように指導技術アップデートという題名ですよね。もうこの言葉の通りで、まあ、教師感とか、そういう教師としてのスタンスというよりももうハウトゥー本というザ・ハウトゥー本って感じで写真があって、めちゃくちゃわかりやすいです。また効果的で効率的、授業にちょい足しアクセントというふうに書いてありますように、もうこれを見れば即引き出し増えます。めちゃくちゃわかりやすいですし、すごく取り入れやすいものばかりですので、ぜひとも手に取って見ていただけるといいかなというふうに思います。で、まあ、アップデートっていうふうなので、もともとちょっと技術がある方だから、初任、全くの初任というよりも、まあ、若手の先生 2,3 年だったりとか中堅の先生とかが、読んで、まあ、今の技術、指導技術よりももうワンステップ、もうツーステップ上がるため の、 アイテムが本当にたくさん載っていますので、ぜひとも参考にしていただけたらなということを思います。リンクも貼っておきますので、よかったら見てみてください。で、今日はですね、コウが選んだ使える指導技術アイテムベスト5を、選びました。まあ、52個本当にたっぷりあるので、まあ、それをギュギュッと絞ってベスト5に、絞りましたので、ぜひご覧ください。一つでもなるほどなとか、おこれは使えそうだなっていうことありましたら、いいねチャンネル登録の方よろしくお願いします。では参りましょう。では一つ目の、指導技術アイテム第5位ですね。一つはマスキングテープです。まあ、マスキングテープって書いてありましたけども、本にはまあ、ビニールテープって言われるものですかね。いろいろ呼ばれ方あると思うんですけど、このテープを使う、を黒板に貼るんです。そうすることで、定規より、だから線を引く代わりとしてこのテープを使うんですよ。斬新ですよね。僕もびっくりしたんですけども、やってみました、僕も。うん。確かに定規より上手に直線がね、引けるんですよ。引けるっていうか、まあ、もう貼れるんですよね。で、すごくいいなと思ったのは、チョークよりもやっぱ黒板が締まるんです。キュッと。見やすくなって、なんか締まるような感じになっていいなってことを思いました。また、まあ、当たり前ですけど線が消えないんですよね。はい。なので思考ツールの作成にすごく有効じゃないかなというふうに思います。バツだったり、あと表を作ったりとか、そういうことでマスキングテープこんな風に使えるとは思わなかったので、とてもいいなということを思いました。ただ、まあ、毎日使うとなると結構、まあ、剥がしてっていうことがあったりとかね、それをゴミにしてるっていうところだと、まあ、ちょっとエコではないかなってことを思いましたが、ここぞっていう時に、まあ、使うといいんじゃないかなってことを思いました。これ5位です。はい。では次、第4位ですね。漢字ドリル音読です。はい。この本、読まれている方とか、見ている方すごく多いんじゃないかなってことを思います。めちゃくちゃインスタとか、ツイッターでも人気ですよね。この土井先生の漢字指導法の本ですけども、を学習して、実際に取り入れて見えるということだそうです。その中でもこの方々、著者の方々は、この音読するっていうのがすごく効果的なんじゃないかなっていうふうに思われたそうなんです。うん。で、漢字ドリルを音読する、音訓読みとか熟語読みとか例文読みをすると、で理論的には読むことができるイコール見慣れる、で見慣れることができれば書けることができるだろうと、これ土井先生も言ってみるんですけど、まあ、この流れで、だいぶ漢字の点数が良くなったというふうに言ってます。はい。僕も実際に音読最近やらせてるんですけど、やっぱ定着力って良くなりました。うん。なので、まあ、漢字指導法の本まではできないけども、せめて音読だけはやろうというところで、すごくいい方法なんだと思います。タイムを測るとより意欲的にできるので、ぜひ、よかったら試してみてください。第3位は、道徳授業のユニット化です。これ実はですね、前動画で僕お話しさせていただいたんですよね。道徳でも単元を作ろうということで。で、まあ僕が元にした方と同じ方を元にしているそうです。田沼先生、田沼茂樹先生っていう方が見えるんですけど、それを元に、ユニット化されているというふうに、この松村先生と水戸先生は言って見えます。で、ユニットの作り方なんですけど、まあ詳しくはよかったら動画を見てほしいんですが、まあ簡単に言いますと、今回の本に載ってた順番です。まずは教科書の教材を楽器ごとに分類します。まあ2から3つほどのユニット、小単元を作るんですね。で、分類したユニットごとに通じるテーマを設定すると。はい。で、例えば、僕が最近設定したのだと、相手を理解するために大切なことは何だろうみたいな。
まあ、目当てテーマみたいなものを設定します。でテーマのもと1時間ごとに主題について考えていくと。でまあ、あの1時間ごとで細切れだと、まあ、あの分かるんですけど、ちょっとぶつ切り感が出てしまうんですけども、まあ、ユニット小単元で考えると前の授業を生かして考えたりとか、実際テーマについてどうだったかってことを複合的に多面的多角的に考えながら、それについて考えることができるので、より深く広く考えることができるんじゃないかなってことを僕自身やってて思いますので、やっぱユニット化有効ですので、ぜひとも試してみてほしいなということを思います。では第2位です。2位は学びの地図です。なんか難しそうだなというふうに思うかもしれませんが、まあ、ちょっと難しいかなと思います。これ何かというと、教科の知識をつないで自分の学びを構造化していくということです。この写真は僕が前道徳で、道徳内のことで、やってたものになります。まあ、道徳の前、さっきお話ししたユニットのテーマについて考えていくってことなんですけど、これをあの4教科、国産、理社の教科をつないで、まあ、地図みたいなものを作っていくというものです。ちょっとね、著作権的に実際の写真をお見せできないのがちょっと辛いところなんですけども、あ、なるほどなというふうに思いました。学年の最後にやるものですよね。まだ学期末にやってもいいですけど、まあ、学年の最後にやるとすごくつながりが見えてくるんだろうなということを思います。で、レベルも紹介されてました。例えば教科内の単元のつながりがわかるがレベル1で、国語動詞とかね、で、レベル2が教科を超えた単元のつながりが分かると、国語と算数のつながりみたいなね、はい、レベル3が教科以外の学習とのつながりが分かる、まあ、国産、まあ、教科以外というとある4教科以外ですかね、まあ、国語と体育とか、ね、算数と家庭科みたいなつながりが分かるということだったり、レベル4が、学年を超えた学習のつながりが分かる、6年生の算数が 3年生の算数のこことつながってたんだみたいな感じっていう風に、まあ、レベルを示してやるとすごく知識を構造化して、自分の学びを構造化して学びを深めていく、またはメタ認知していくというところができるということでおすすめされていました。なかなかすぐにというわけにはいかないですけども、僕も学年末取り入れてみたいなと思ったので紹介させてもらいました。では堂々の1位です。1位は見方考え方の掲示です。これもですね、前僕紹介させていただいたんですけども、特に社会科で有効だというふうに書いてありました。僕社会科なんですけどもやってました。はい。で、掲示活用していけばどんどん使えるようになるよというふうに書いてありました。これあの右側の写真は僕がやってたものなんですけども、あの本にはまああのよくある掲示物のように側面に画用紙で貼られてて、あとは文例とかも載ってましたね。こういう風にあのアイテム使うんだよ、見方考え方使うんだよっていうのも一緒に貼られていました。で、僕はこれあのマグネットにして、使った、表現が出てきたら貼ってましたね、黒板に。あ、これこのアイテム使ったんだねってペタって言って貼ってました。うん、の方がまあちょっとあの視覚的に分かりやすいかなということを思ったので、そんな風に使っていました。はい。で、これは見方考え方って難しくって、指導はしなきゃいけないんですけど、なんですか、評価はあまり しないってことになってるんですよね。資質能力じゃないので、ちょっとコミュニティの話で申し訳ないんですけど、資質能力じゃないので評価はしないというふうに言われてるんです。評価しないのに働かせるようにするってかなり難しいんですけども、まあ、そんなふうに繰り返し貼ったりとかすることで、使えるようにどんどん働かせられるようにしていくっていうふうで、こんなふうなことを作っていました。で、まあ、気をつけることは、まあ、これを使わないといけないっていうことで使っていくうちに手段だったのに目的になってしまうというようなことになり、思考の確立化に陥りがちです。まあ、それさえ気をつければどんどん思考を深まっていく、見方考え方を複合的に使ったりとかできるので、どんどん思考深まっていくので、ぜひともこれは試していただきたいな、たくさんの人に試していただきたいなということを思いましたので1位に挙げさせていただきました。以上です。ではまとめです。使える指導技術アイテムのベスト5はこのようになりました。で、このアイテムを使うためにすごく大事なことが最後に書かれていますので、ぜひ最後この紹介して終わりたいと思います。アイテム活用の注意点です。10以上ありましたが、ギュッと僕がもう一回ギュッと絞って3つ挙げさせていただきました。まとめました。
一つ自分の目的を明らかにすること。アイテムはあくまで手段であって目的が大事ですね。目的を明らかにして使うということが大事ですね。二つ目、理屈よりも目の前の現実を優先させるということ。これ使いたいなと思っても、目の前の人たち子供たちはには合わないことが往々にしてありますよね。どうしてもなんかこれやりたいからなと思って無理やり押し付けちゃうことがあります。のでそこはちゃんと目の前の子供たちを大事にしましょうということですね。はい、最後は効果は時間差で効いてくるということです。はい、最初パッと使って、効果出るものもあります。そうじゃないのもたくさんあります。で使っていきながらぜひ教師も子供も愛着のあるアイテムにしてほしいということが最後書かれてました。ほんと素敵だなということを思いますね。はい、ただ使うんじゃなくて教師が意図を持って、子供たちのために大事に使っているアイテムは子供もちゃんと伝わって子供も使えるようなアイテムにきっとなってくると思います。で教師が思う以上の使い方をしてくれると思いますので、そんな風にアイテム使えるといいなというふうに思って最後紹介しました。以上です。ご視聴今回もありがとうございました。毎週末先生方で先生になる大学生の方に役立つ情報を発信しております。このように、はい、一つでもなるほどなとかをこれ使えるということありましたら、いいねチャンネル登録コメントぜひぜひお待ちしております。またこんなことを話してほしいなどのリクエストなどもありましたらぜひ教えてください。今回もありがとうございました。またよろしくお願いします。ではまた。